ピーコック級哨会館は、イギリス海軍が運用していた、哨会館。後に売却され、アイルランド海軍においては、オーラ級小会館、フィリピン海軍においては、機関砲の増設などコルベットとしての改装を受けて、エミリオ邪神と旧コルベットとして運用されている。ピーコック級は、元来、イギリス統治下の香港において、その洋上警備を担うものとして建造された。 熱帯地域で行動することから全艦に空調設備が設置され、また台風の来週下においても活動できるように余裕を持って設計されている。5メートル級の A ボンシーライダー SR5、M 複合型高測定2隻を搭載し、また海兵隊の文献隊も配属されており、海上治安活動に適した装備を施されていた。 1982年から1988年にかけて5隻が建造され、第6小海艦船隊に配属されて、香港に配備された。中香港イギリス軍に海軍力を提供し、軍事的プレゼンスを示すとともに、香港海洋警察や税関と協力しての密輸阻止や捜索救難を展開した。本級のうちの2隻は、 イギリス海軍において3年間収益した後、アイルランド海軍に売却された。残る3隻は、1997年に、香港が中華人民共和国に返還されて中香港、イギリス軍が解体されるまで任務を続行した後、本国に開港された。水産保護船体に配属されるという計画もあったが、結局、3隻揃ってフィリピン海軍に売却された。 フィリピン海軍においては、ラジャフマボンと共に主力艦となっている。シースクアなど小型の艦隊艦ミサイルを搭載する計画もあるが、主に設計の問題から実現していない。ありがとうございます。